二代目流亭左流一月大正三年九月五日は東京の落語家で怪談話を得意とした落語で有名。本名、藍沢十五郎。二代目、立川理科の老い、実刑も芸人で桜川遊ぶ子、実弟は霊霊天竜さん、二人娘も日本舞踊の師匠で姉は一山竜二家派の資産小児家、村職人の家業に、 生まれから俗に、尊獣、江戸名残の怪談師。最初は四代目霊霊帝柳橋の門で、青柳で、初講座。後に、叔父の縁で、初代立川恋、昇を名乗り、達川恋と称して天狗恋の新打ちで活躍。1888年3月には、初代霊霊帝流将と改める、同年6月には、聖竜、1891年4月流門と、 改めている。その後、初代竜帝左流の門で、小左流としこの頃から本格的な怪談話を演じるようになる。初代の存命中の明治30年代には二代目、左流を襲名している。初代の死後は四代目竜帝左落の門に移って、柳派の中核で活躍した。晩年は、欧米文化の浸透で怪談話も下火に、成八石での活動が中心となった。 自宅に手拍子。背中一体に入れ墨を掘っていた。講座のすだれが上がると、黒く塗った箱を膝前に置き、両脇に黒塗りの箱等のロうそくを立てて、話の途中まで10日も消し講座を真っ暗にし前方の箱から赤と青の色火を燃やす、たじろいた客の前を前座の話家が幽霊に奮して客席を徘徊するという演出をしている。 その時に使ったとされる幽霊のお面が残されている。ありがとうございます。